はい、というわけで、どうも皆さん、こんにちは。黒幕系 VTuber の川出健の略して川健です。ホローナイトというね、ゲームをやっていきたいと思います。まあね、軽く起動して、まあ設定ちょっといじったぐらいなんで、どんなゲームか知りません。Steam の、Steam で販売されてるんですけど、その Steam のページに書いてあることは、まあなんとなくね、まあ読んで購入はしてるんで、横スクロールアクションというゲームっていうのは、まあなんとなく知ってるって感じですね。はい。というわけで、まあ、早速ね、ゲームを始めていきましょう。新しく始める?フレームが画面の端に触れるようにスライダーを調節してください。もうこれでいいか。もっと大きくしたいけど無理だよね。お好みのレベルに明るさを調節してください。暗っ。ま、100% でいいかな。その厳しい土地で彼らは、敬いと悔いを込めてあなたの名を口にする。我らの野蛮な魂をいさめる不可能にあなたが望んだ。挑んだゆえに、その蒼白なる、眼差しであなたは教え我らを変え、その野生を抑え込んだのだ。あなたは虫や獣たちに彼らが夢にも見なかった世界を与えたのだ。神々。演出凝ってるね。なんだ?落ちた。骨折してない?大丈夫?操作ができる。上と下はなんか向くだけか。これジャンプ。なるほどね。こういうなんかこの辺にあるものとかも切っていけるわけだ。で、まあ、とりあえず今はそんなにたくさんのことはできなさそうだね。行きましょうか。じゃ物を壊していって。おお。敵を倒すとなんか手に入ったね。虫の音がする。なるほどね。よし。よしよしよし。あれも敵かな?わお。たくさんなんかコインみたいなのもらった。もういけそう。これってゲットできんの?これ、特になんもない。上かな?あー頑張れ!よし。ここ上、あ、こっちか。頑張ります。もう一回もう一回。あー!ちょっとなんか、物理エンジンが特殊で、手を離すと、真下にストンって落ちるような感じになってるんよ。それの操作にちょっと慣れないとだな。そうだね。長押ししてると、そのジャンプ力が増すっていうのもそうだし、これ長押ししないで、チョンだけだと本当にこれしかジャンプしない。これ、押してる間だけ上に上昇するっていう感じだね。
この操作に慣れないと僕はいつまでたってもこのゲームをクリアできない。こうこうこう、よし。これはなんだ、調べる。高貴なものよ、これはそなただけに伝える言葉。そなたは我らと同じ偉大なる力を持つ者。自らのソウルを集中させよ。敵を包囲してソウルを集めましょう。ソウルが溜まると A 長押しでソウルをフォーカスさせライフを回復できます。はい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 。させれば他者には望めぬ偉業が可能となるだろう。承知。あれも敵か。行って。え、あ、だめ、うわっ、待って待って待って回復しよう。え、待って、強かったな。え、普通にガンガン。こっちは、うわー、こっちから行くか、それともこっちから行くか、どうしようかな。これなんか落ちたら一発アウトな気がする。あ、しかもいるし、かかってこいよ。いや、そこ？そこで待機して。オッケー。あの下に落ちたコインは取れないな。で、回復しましょう。オッケー。よし。あえて、茨の道を進む。こっちの方がなんか緊張感あってね。もうミスったら死ぬみたいな緊張感があって。あー、なるほどね。この、メダルをゲットするために、あー、死んだね。え、これどうなんだろう。あ、でも、ゲットして、その、ペナルティで なんだろうな、ゲームオーバーってわけではなさそう。気づけ？あ、難しい。狭いところで戦うっていうのが難しいね。ああ頑張ります。はい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 。あそこに虫が一体と、これはなんだ、生まれそう。ジャンプして切る。何？あ、これ敵？一時的に HP がなんかめっちゃ増えるよみたいな、そんな感じのやつか。ちょっとジャンプがね、これ Z キーなんだけどスペース間違って押しちゃうことが多いんで、スペースに変更しますね。キーボード設定、ジャンプをスペースに。はい、続ける。うん、操作しやすくなった。ほらほら、なんか、あー、ぶな、運よくなんかここに来ることができた。え、これ下に落ちていいのかな。良さそう。うわー、うわっ、あ、ちょ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 、おい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 、マジかよ。おいおいおい、回復しましょうか。ジャンプジャンプジャンプ、オッケー。おお、こっち側はもう何もなさそうだね。結構難易度高いですね、このゲーム。待って、壊せそうだけど、その前にここ調べるか。高貴なものよ、これはそなただけに伝える言
これより先、そなたは王と創造主の地に入る。その敷居を越え、我らの方に従うがいい。そして目撃者となるのだ。最後にして、唯一つの文明、永遠なる王国、ハローネストの。かっこいい。さあ、次のステージか、これは。え？落ちればいい？これ大丈夫そう。敵がいない。これは特になんもないか。ダートマウス、朽ちゆく集落。人がいる。聞く。おや、旅の者か。残念ながらこの場所にはもうわししか残っておらんよ。町はすっかり廃れてしまってな。他の虫たちはみんな消えてしまった。あの井戸の底の洞窟に一匹また一匹と入っていってな。かつてこの町の下には素晴らしい王国があったのだ。すでに廃墟となって久しいが、それでもあの深みには虫たちを引きつける何かがあるらしい。富、栄光、悟り、あの暗黒にはそうした全てが含まれているように思える。お前さんもあそこに夢を求めてきたのだろう。気をつけるがいい。あそこは不快な空気で満ちている。生き物は正気を失い、放浪者はその記憶を盗まれる。夢なんて本当は見ない方が良いのかもしれん。ほう、ここは入れない。入れなさそう。休む。あー、助かる。ここは、まあ、何もない。なんかありそう。調べる。地図や道具をお求めならこちら、近日開店まだか。ここが噂の井戸だね。あえてこの先に行ってみる。何かあるんかな。調べる。単純な鍵穴のついた石の扉がある。じゃあその鍵穴を多分ね、探さないといけないんだろうね。この井戸に落っこちて。いきますか。ドーン。というところで、まあね、今回はここまでにしましょうか。はい。まあ区切りもいいんで。まあ、こうやってね、このゲームに関しては、まあ、動画シリーズとして今後出していくと思います。まあ、そこそこボリュームがあるということでね、楽しみですね。もうすでになんか雰囲気がめちゃくちゃ良すぎて楽しい。それじゃあ、配信じゃないね。動画ですね。は、今回はこれで終わりとなります。それじゃあまた、さようなら。